皆様どうもお疲れ様です。ラッキーゾーンチャンネルのマスターでございます。さて本日は5月25日土曜日に行われましたレゾナックスタジアムでの国民スポーツ大会大分県予選の1回戦をご覧いただきます。観戦に行ったのは大分銀行対別府市役所野球部の試合です。先日大分銀行野球部の皆様がお店にご来店いただきました。誠にありがとうございます。というわけで、大分銀行野球部様の応援に、伺ったのですが、いつものことですが、朝8時半からの試合でございましたので、もちろん女子メンバーは残念ながら来ておりません。大分銀行対別府市役所の大分県大会の試合を、ご覧いただきたいと思います。
ご覧の通りこの試合は5回コールの7対0で大分銀行さんが勝利しました。おめでとうございます。モーダー爆発して勝ったというより、上手な大分銀行さんらしい野球で、勝利しました。次の試合も期待しておきたいと思います。なおこの次に行われた試合、またこの翌日に行われた試合も観戦しておりますので、次の動画で、ご覧いただきたいと思っています。皆様チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。大分銀行野球部の皆さん、また頑張ってください。